わかってたはずなのにね、現在
配信やるんです。開催しまして、約2年ぶりのライブになるんですけれども、短い時間だけど楽しんでください。誰も来ない部屋に閉じ込めて、サリンの音、幻の場面、肩をつけた君、引きずる笑い、僕に浴びせる、この手にもの少し力を込めて愛を届けよう。Yeah!
しちゃいました。ありがとう。あどうも皆さん、こんばんは、 ICM です。実はですね、バンド自体はよし、バンド自体はもう5年ぐらい前からずっとやってるんですが、本当にラブかっていう、ずっと東京で、ずっと東京だけで、活動しまして、僕は地元大阪で、ボーカルのケスケは今は富山なんですけども、ちょっと2年間、メンバー交代とかいろいろありまして、休止しましてですね、ノンゲメンバーもいなくなりまして、晴れてゲイバンドとしてデビューし直しました。実は大阪のイベントっていうか、ちゃんとしたライブも今日が初めてで、ライブも2年ぶりのライブで、それで俺たちにとってはですね、ゲイインディーズの初ライブ、ね、初でございます。実は年は食ったけど新人という、そういうことは言わない約束だね。なんか今日も他のバンドの人と話をしてると、干支が同じなんだけどなんか違うっていうね、なんとは言えないんですけど、なんとも言えないけど同じ干支やんって。でも何かが違う、何が違うか、肌を押して帰ってくるやつだし、あるある、ずっとむくんでるだけちゃうの。いや、ちゃんとお風呂場ではウォータータンク塗りまくってるよ。何そのウォータータンク。お肌の水分補給。コラーゲンは、コラーゲンはまだもうちょっといってから、今が大事。まだ、まだ大丈夫。手と首、顔はいくらでも変えれるけど首と手は変わらないから。あ、そうなんだ、気をつけます。特にキエスさん気をつけた方がいいと思います。でですね、この後に、そうですね、うちの、お得意ナンバーというのはですね、女の情念を歌い込んだ歌っていうのが結構曲ナンバーだったりしまして、この後ちょっと ICM の女の情念シリーズの、曲を1曲とシリーズがありまして、もうおねえ心くすぐりまくる曲でした。うちはどっちかというと、もう世界のお姉さんにファンになってほしいと、そういう目標がありますね。お姉さんについていただかなくちゃね、なんか心強いしね。そうなのよ、すごい心強いからね。今もなんか心強い人たちが何人もなんか来てますから、ね、あんまり見たくないんですけど、なんかお店はどうすんのみたいな、お店はどうすんのよっていう感じのものもありますが、嬉しい限りでございます。それとですね、あとちょうど今日4日で8月の1日にですね、バツダットレコードというところから、ゲイインディーズなんですけど、ベクターというマッチシングルが晴れて、発売リリースしまして、今日も後ろのカウンターに、俺とケイスケがこういう感じでジャケットを着てますので、おい、言うぞ、オーラ、あの辺からですので、ありますので、それとコンピレーションアルバムでいろんなアーティストの人と、で、うちと、で、俺がもう一つちょっともっと気楽な感じでやってるメチャニカルっていうバンドがありまして、そちらと1曲ずつ入ってますんで、よかったらコンピレーションアルバム、レインボージュースオレンジとか、レクターっていううちのマッチシングル、よかったら帰りにお買い求めいただけると、とりあえずジャケットだけでもインパクトあると思うので、そう、見て楽しんでください。一番楽しめるのは、CD の盤面の、印刷を見てほしいと。なんかね、ギャグで撮ったやつが本ちゃんで使われちゃってとてもビッチで。でですね、続きましてちょっと2曲ほど、女の情に歌い込んだ曲と、そのタイトル曲のベクターという曲を聴いてほしいと思います。ICM の、とてもビッチなサウンドを、楽しんでください。
共に歩けば噂も過去も消えると信じた。バラの花救われたら踊るしかないでしょ。今夜は白い花しで染めてあなたのいないこの舞台に探せば炎のように。注ぎ込んでください。ああ、まあ。
祭りの香りを吸い込んで力が抜けて泥のように5分後のことも忘れさせて口頭無形な愛の幻想は溶け合って愛の糸切なき dream 脈なき桟敷繰り返して切なき crying 嘘なき writing I'm your friend Show me the sun 全て捧げるから Show me the sun2曲は結構、踊りやすいので、出る曲を2曲
お送りしてお送りしたいと思いますが、次の曲は女の情念シリーズ、第1弾になりました。第1弾になりました。曲ね、1弾が後やねんね。クライムっていう曲と、最後に、昔から知ってくれてる人はうちのおなじみのナンバーになってますが、タイムっていう曲を、終わりたいと思います。この後まだまだ鈴木リジン君とゲルさんが待ってますので、皆さん最後までガッと盛り上がってこのまま行ってほしいと思います。ではラストの曲聴いてください。クライムです。
なんだろうさ。どうしたはい、ありがとうございました。 ICM でした。もう一度大きな拍手をお願いします。